車がおかしいと。あ、右のリアですね。当ててるから。ああ、うん、当たってますね。いやちょっと今日は冷静さを欠いてましたもんね。いつになくフェルナンド・アロンソ。ああ、でもミスですね。今年アロンソのミス。いや、ないですよね。うん、初めてと言ってもいいですよね。ついにストップですね。すべて今年の彼の持ってきた記録がここでストップになっちゃいますよね。さあ、これパックのウェバーとかラルフのパックのあたりにか後ろになっちゃうと結構辛いですね。まあ他にダメージがなければいいんですが、タイヤを変えてというところですけれども、うん、もちろんこれはタイヤ交換のためだけのピットストップになります、はいはいはい、でまだ給油残ってますからね、はい、実際ね、あと1回残っています。サスペンションチェックして、まだしかしそのタイヤ変えられませんね。ええ、フラビオ・ブリアトーレダブルリタイヤということになるのか。天を見た、はい、あ、メカニックが離れます。ダメですね。アロンソマシン降りた、最悪です。アロンソマシン降りました。さあ、マクラーレンワンツー、マクラーレンワンツー、何が起こるかわからないという中、変わりますよ。チャンピオンシップコンストラクターズ、ドライバーズともにポイントをリードしていたルノーの2台ダブルリタイヤ。残り30周、トップモントーヤ、2番手ライコネン、バトン3番手ミハイル・シューマッハ、トゥルーリ・マッサ、ハイドフェルド、ラルフ・シューマッハというトップ8に変わります。なんとルノーダブルリタイヤ。はい、バリチェロ、おーしゅ、あ、バリチェロ試験カット、ブレーキまたダメですね。これなんかアドバンテージを得たらペナルティの対象ですね、うん、はい、はい。さあ、ジェンソンは3位ですね。マクラーレン以来の後ろ、はい、ずっと彼はさっきから序盤から行ってきましたけど、映像全然来ませんけれども、ポジションキープでずっといました。ただ若干ですけど、ミハイル・シューマッハとの距離関係が3秒これくらいでピタッと、うん、まあ、ミハイル・シューマッハはなんとかこの難しい、今どうも難しい動きに見えるんですが、はい、はい、バトンとの感覚がなんとかキープしてますね、うん。まあ、これはもう終盤までの粘、なんて言うんでしょう、粘りでしょうね、うん、ブレーキも含めてタイヤも含めてかなりどっちも辛そうな状況に移っていきそうな感じです、うん、はい、はい、やはり小倉さん、あの、はい、ブリヂストン、あ、今映りましたよね、はい、ねえ、はい、ブリヂストンタイヤもかなり攻めてきたということでね、終盤に向けてのレースペースというところは、まあ、行かなきゃいけなきゃいけないんで、はい、うん、ちなみにブレーキの素材はこれ、あの、バリチェロとミハイル違うんですよ。はは、はい、あ、ちょっとなんか見えましたかね。ブレーキダフトも相当出ましたね、うん、まあやっぱりそうですね。ミハイルの方がですね、カーボンインダストリー使ってて、はい、バリチェロはブレンボですか。いつも通りブレンボですね、はいはい、走りが小さいですからね、うん、ミハイル・シューマッハやっぱり何かをセーブした走り、そうですね、ブレーキでしたね。フロントロースタートだったバトンとミハイル・シューマッハ、3番手4番手、テーブルが見えた、いや、すごいですよ、このセクション、このセクター2セクションが一番タイヤの数がこうして画面に捉えられますよね、うん、ライン以外はもうブチブチという感じでね、はい、落ちてましたね、はい、はい、残り周回が28周、70周レースカナダグランプリ、トップはモントーヤ、2番手にライコネン、バトンが3番手、ミハイル・シューマッハ4番手という状況ですが、うん、まあ、中盤から終盤へ、まあ、モントヤのオンボードドライビング見る限りにおいては、はい、ステアリングワークもほぼ序盤とね、同じような感じですから、はい、マシンはそんなにミハイルほど悪い何かトラブルとかブレーキがとかいう感じはないですよね、うん、はい、タイヤの状態も綺麗ですね、はい。さあ、そしてフリーザッハですね、はい、フリーザッハが、はい、あ、スロー走行、ね、あーと、おほ、ハイドフェルドとラインクロスというシーンでしたが、フリーザッハはピットに入る、あーと、ブローブローブロー、煙、BMW エンジン、ニック・ハイドフェルド後ろから白煙です。残り27周、右側ですね、ですね、煙を上げてここでマシンを止めます。ニック・ハイドフェルド5人目のリタイヤということになります。なんで、はい、そのタクマはギアボックストラブルだそうですね、うん、あ、そうですか、はい、はい、やっぱり駆動系でしたね、うん、
やっぱりミハシムはリアタイムはかなり心配されているリアタイムの摩耗なんですけれどもね、はいはい、来てますよ、バトンとあと 1.6 秒差、はい、これはだから次のピットストップのタイミングによってひっくり返りますね、よく持ってきてますよね、15秒台でミハシムは。そうですね、こういう時の走りは、はい、表彰台をかけた争いになりますが、3ストッパー同士の争いです、はい、はい、今の順位でノンドライバーもあと1回ずつ残しですから、はい、あとはタイミングだけですねとペースですけど、うん、そうですね、残り25周まで来ましたけれども、3番手のバトン、4番手のミハイル・シューマッハはともに3ストップ、はい、ギャップが詰まってきました。今コンマ1マナラップ、コンマ1早いんですよ、バトン、ミハイルより、はい、コンマ1早かったぞ頑張れっていうだけですね返してるんで、こうすごく時計なんていうんですか、系統出して喋れるんですよね、はい、ははは、はい、あっと、タクマが、あー、タクマが、いや、これが次につながります、佐藤タクマ、ちょっと待ってください、ピットアウトしてって残りが約24周ですよね、そうですね、完走ラップ数は63ということになりますが、そこまではというところですけれどもね、だから、今一番次の予選が1人目なんで、それを避けようっていうんですよ、いや、そうだと思いますね、はい、カラッケイアンとフジケラ周回数を重ねることによって、はい、予選一番、うん、予選のスタート順位を一番っていうのを避けようということですね、そういうことですね、はい、これまでにリタイアしたドライバーよりも多い周回をタクマがこれから重ねて、あとバトン、バトンが、バトンがウォールに接触、ミハイル・シューマッハが前に出た、縁石に当たってそのまま飛んじゃいましたね、ジェンソン・バトンがウォールに、ケベックへようこそのところですよね、はい、まさにというところですが、今年はなかったんですけどね、このポイントでのアクシデントは、あの高い縁石になって心配されてたことでしたけど、それが本当に起きてしまいましたね、そうですね、そしてセーフティーカーですか、セーフティーカー、はい、はい、ありました、セーフティーカーが入る、おお、あ、ライコネンピットイン、うん、ここで入りますね、さあ残り23周というところ、バリチェロ、そしてバリチェロも入ります、残り23周、バトンがクラッシュしましてマシンを止めました、それを受けてセーフティーカーが入った、残り周回が22周になったところ、さあライコネンも残り22周分の給油、これ続々入りますよ、もちろん、うん、ミハイル入った、そして3番手に上がったミハイル・シューマッハも最後の給油です、まあこれだから交渉の勝負になるわけですけれども、マクラーレン2台とグッと縮まることになりますよね、はい、そうですね、はい、まあセーフティーカー解除されたところからほぼ、まあ、順位はもちろんありますけどもね、はい、あ、モントーヤが入ります、あ、モントーヤがこれでということになりますと入れ替わる形になりますよ ね、 そうですね、順位的にはね、ガルフが捕まってて、はい、バリチェロは入ってクロスワードも入りましたから、はい、そうですね、モントーヤ、ウェバー、今ウェバーが入っていますね、そうですね、マッサは入っています、はい、いや、あるいはこのタイミングで2台コース上にいるチームに関しては、あ、ハイドフェルド歩いていますけれども、2台コース上にいるチームに関しては先に入ったドライバーの方が前に出る形になりますよね、これ当然 ね、 ね、はい、さあバトンのこのシーン、やはり2つ目の縁石乗りすぎてウォールへというシーンでした、はい、しかしこれが上位争い、順位を若干左右する、あ、これ本当に損した損した、はい、ずっと一周押されてたんだ、一周押されてた、そうですよ、これで早くしないと、これ隊列の後になっちゃいましたからね、そうですよね、はい、後ろ相当減ってますね、
出られるか出られるか、あた、ダメ、これでセーフティーカーはラルフを先頭に捉えているという状況です。はい、どうまあ理解するかということだと思いますけれども、ただ、バトンがそのクラッシュした時点でのトップというのはモントーヤでした。いや、ライコネン、ライコネントップですね、単純モンタージョー、そうですか、はい、そうですね。そしてラルフは8番手ですよね。ラルフをなんで、そうなんですよね、ラップダウンで表示しないのかなという、はい、8番手の車両をセーフティーカーが捉えて先導しているという状況はちょっとおかしく感じます。さあレース再開ですが、タイヤの温まり、ミハイル・シューマッハがポジションを維持できるかどうか、ブリヂストンタイヤ注目です。そうですね、ラルフ、さあそして画面上はラルフが前になっていますが、順位で言いますとライコネン、モントーヤ、ミハイル・シューマッハが3番手、その後ろからトゥルーリが来ているという状況になります。さあそしてこのヘアピンの立ち上がり、どうやらライコネンがラルフ・シューマッハを捉えました。ラルフ・シューマッハをライコネンが捉えて、この 1.17 キロのストレート、ライコネンが前に出ます。ライコネンが前に出ます。ブルームタグが出てますもんね、だから、はいはい、ライフ・シューマッハに対して、はい、そしてミハイル・シューマッハが3番手、モントーヤとは3秒5のギャップです。ああ、ブラックフラッグです、ブラックフラッグです、モントーヤ、モントーヤにブラックフラッグ、はい、はい、失格処分ということになりますか。そうですね、やはりあのピットレーン出口が赤、赤信号だったにもかかる、だから隊列が通過中だから赤信号出てたんですね、うん、それを無視したんで、はいはい、あ、やはりそうなんですね、はい、はい、これでもうレースやめなきゃいけないですね、はい、エドリアン・ニューエー、もったいない、そうですね、そうですね、勝ったレースですね、うん、ワンツーでしたね、このセーフティーカーがなければ、そうですね、復活の多いね、あのただね、セーフティーカーはどんな速く走ろう、何ですか今のは、何ですか、ね、どんな速く走ろうが、はい、セーフティーカーのスピードでタイヤ冷えちゃうんですよね、うん、雨なんですかね、でもオンボードには映ってないですけどね、そうですね、しかもまあさすがにね、手を出して確認ということではないでしょうしね、今のは多分抜かしてもらって抜かしてもらってということですよね、サンキューっていうことでしょうね、はい、少しウェットタイヤ、レッドブルです。これはあのディレクターさんの勘違いだといいんですけどね、カメラ切ってる、そうですね、このこれあの待ってるように見えてるのは、小林さん、はい、あれですよね、あのいわゆる草木というか、はい、植物の畑だと思います、ね、まあ、信頼性を高めなさいというような表現だったようですけれどもね、はい、ただ競争ですからね、そうなんですよね、今のところチームラジオでも誰も雨だっていうのは訴えてません、はい、さあそれにしても今こちら今ね、このマッサとウェーバーの争い映してますけど、5番手争いトップの方じわじわと、そうなんですよ、見てますね、これミハイル・シューマッハ、ミハイル・シューマッハが実は来ています、来てますよ、でミハイルの方が若干それで速い、うん、2.3 秒差、こちらが2番手のミハイル・シューマッハです。誰がこのライコネン、ミハイル・シューマッハのトップ争い、この終盤を予想したかという展開になりました。特にフェラーリ・シューマッハに関しては悲観的な見方が多かったですからね、そうですね、まあ一撃性を上げた分、川合さん、レースペースがちょっと不安、はい、リアタイヤ特に不安という声もあったブリヂストンタイヤですけれども、まあ一撃性を上げた、まあでも基本的にブリヂストンの姿勢っていうのは、はい、やはりレースペースを重視するっていうのはありますからね、だからその時にレースペースは極端に犠牲にはしないですよ、うん、だから今年今のところ見てて、はい、ちょっと失敗、レースペース的に良かったけれども、ウェアが
ひどかったなっていうのがちょうどバーレーンであって、はいはい、あれは失敗したなと思いますけれど、うん、今のところそれほど極端に失敗しているところはないですね、はい、今回はだからどちらかというと一発を重視した、これ試験コンパウンドなんですよね、どっちかというと、そうですね、実験用のコンパウンドなんですよ、考えればなんとか前に出たい、はい、で前に出ちゃえば、うん、サンマリノでアロンソに抑えられたみたいになんとか抑え切りたいっていう感じですよね。うん、そうですね、はい、こちらがヤルノトルーリ3番手ですが、2番手を行きますミハイル・シューマッハとは12秒差があります。その後ろ佐藤拓磨も、まあ、次のグランプリにつなぐべくですね、はい、マシンを修復して、周回を重ねています。はい、これで今フィジケラよりも、周回数増えましたね。はい、そうですね、だから最後まで走るとあと10周、9周ですが、そうですね、はい、9周走れるんですよね、だからでもいい判断ですよね、それはそれでね、BR の、はい、はい、そうですね、マシン降りずにガレージに収まって、とにかく今宮さん流れを作り出すというのが大変なシーズンですからね、今年はね、だから、まあリタイアかなと思われ、でもなんとか走れるということで、それでまあ、うん、こういう判断になったわけですからね、うん、はい、まあ、もちろん次のグランプリのアメリカのインディアナポリスの当然また新しい路面になるっていう、おお、トゥルーリースローダウン、トゥルーリーがスローダウン、トゥルーリーがスローダウン、ブレーキですか、ブレーキスコーンって気がします。ああということは残り8周というところ、やはりブレーキに厳しい、ここジルビルヌーブサーキット、トヨタはもういやブレーキがダメっていうんだったら事故起きないで良かったですね。そうですね、本当にその通りです。あ、ダメですね、割れてますね今。ああ、ダメですね、右前のブレーキがいっちゃいました。右フロントのディスクで多分割れましたね。はい、ブレーキが完全にバーストしちゃいました、まあここ一番安全ですからね、変わりましたから、このように広々ありますから、まあでもそのままこれはですからアクセルオフにしてあそこまでというところでね、はい、いやでもよく危なかったですね、逃げられて、はい、3秒差、こう来た、うん、さあ2番手のミハイル・シューマッハ、サンマリノグランプリではアロンソに終盤抑え込まれる形になったミハイル・シューマッハ、さあ残り6周、モントリオール、ジル・ビルヌーブ、ライコネンをさあミハイル・シューマッハ捉えることができるか、小倉さん、ここはしかしオーバーテイクはできるサーキット、そしてトップスピードの速いフェラーリですからね、はい、バックオンボードはライコネン1秒3の差、残り6周です。はい、ただあのトップスピード差じゃ抜けませんよ。なるほど、はい、それともう一つはで踏み出しさえ間違えなければ、そうですよね、それと、はい、もう一つはシューマッハの方がちょっとタイヤが苦しいところですよね。タクマ、あっとこちらは佐藤拓磨です、残り5周というところ、うん、大丈夫か、動けダメか、うん、いや煙がすごいですよ、出てますね、うん、ちょっと黒い煙ですね、うん、あ、これブレーキですね、あー、佐藤拓磨は、はい、これローター燃えちゃってるんですね、はい、ただ周回数的にはまあなんとかというところになりますかね、これね、ですから、ハイドフェルドのよりも周回数こなしてませんから、うん、はい、でも5台目になるのかな、はい、1、2、3、4、5、第1グループの最後ですね、ハイドフェルドを超えられるかどうかという時にこの場面ですよ ね、うん、ですね、はい、リアがロックアップしちゃってスピン、はい、4台分はしかしこれで出走順を稼ぎました佐藤拓磨です、うん、残り5周、まあ、はい、これも完全なブレーキトラブルですね、拓磨はヘアピンでマシンを降りました、はい、今の F1 には、うん、あのブレーキ的にはですね、はい、もう全然持たないんですよ、まともに走ろうと思うと全力で、はい、だからにエドレン・ニューエなんてホイール14インチにしてくんないかなと、うん、そうすればまだ持つんだけどっていう状態ですよね、28ミリの今のディスクで最大圧の、はいはい、で13インチホイールにはまるディスクって言ったらもうこれギリギリだと、なるほどね、はい、だからどこかでそのコントロールもしなきゃいけないし、うん、はい、
それはだから本当にこの人の一番、このミハイル・シューマッハがフェラーリが今まで7勝してきたらいつもそうでしたもんね。中盤終盤のペースコントロールでもってブレーキかばうっていうことをいつもやってましたもんね。なるほどね、はい、はい、カナダグランプリの、まあ、ブレーキのっていうのは今日はっきりとっていうか、こう、こんな、こういう形でね、リタイアがアクシデント的にトゥルーリー起きたことも含めて、はい、珍しいですけどね、あそこまで行かないまでもラップタイムペースを落としてそれでフィニッシュするっていうギリギリセーフでしたっていうのが多かったんですが、うん、まあ、それだけこれだけのラップペースで来ましたんでね、今日のレース早かったんですから、ね、はいはい、ただあのどんなものでもそうなんですけど、セーフティーマージンを持たせてあげる、あるいは容量を持たせてあげるっていうとドライバーはそれを攻める方に使ってしまうんですよね。これはどんなものでもセーフティーデバイスも全部そうですけれども、はい、ですからそうなるとブレーキの容量を上げてあげたら多分よりブレーキを使って攻める方にしちゃいますよね。うん、1.5 秒ギャップですね。そうですね、残り3周ですが、はい、この間隔で、はい、うん、今アルバースを抜かすんでコンマ6ぐらい、うん、ちょっとこの第1セクター遅くなりましたからね。だからちょっとずつですけどカーボンダストも増えてきてはきますしますしね、シューマッハの、はい、ブレーキですね、オイルがブレーキングの時の、はい、でまあ、かなりマシンもこのようにカーボンダストも含めて汚れていますよね、うん、はい、ここまで上がってくるために、はい、まあ、この辺がこのマシンの苦しい状況を象徴していると思いますが、今撤収作業中ですね。そうですね、ここは撤収作業中のところにアルバースが、うん、アルバースがね、はい、先ほどですね、あやというそんなシーンでした。うん、1コーナーここは行かせてもらうというそんな合図でしょうか。さあ残り2周になってこの周回で今ギャップいくつでしょう。 1.9、 はい、948ですね。 1.948、 ミハイル・シューマッハ2番グリッドスタートからいろいろあったカナダグランプリ、2番手のポジションで結局残り2周というところ、ギャップがライコネンと2秒あります。そして3番手には最後尾からスタートしたルーベンス・バリチェロ、まあ壊れない、はい、ミハイル・シューマッハもそうですね、プッシュよりもポジションキープにですね、やっぱりね、はい、この本来寄り気が力があるんであればもっと手前から彼のことですからペースアップしてるんですが、はいはい、やっぱりそれだけマシンが苦しい、辛いんで、うん、とにかく2位をっていうことじゃないでしょうかね、はい、まあ、ルーベンスもそうだと思います。フェラーリ 2-3 をということですね、今日はもう、うん、そうですね、はい、まあ 2-3 でチームのコンストラクターズポイントは14ポイント、ね、14ポイント大きいですからね、はいはい、ただファイナルラップ1秒3というギャップで入っていきました70周目ミハイル・シューマッハです。せめてゼロに終わるよりかポイントをきちんと取った方がいいわけですよね、うん、はい、バリチェロが最後尾スタートから3番手、そしてマッサー、ウェバーが5番手に来て、ラルク・シューマッハ、クルサード、クリエン、レッドブルの2台もいやー信頼性がものを言いましたね、はい、はい、入賞圏内走行という中、キミライコネン、まあ、チームメイトモントーヤがマクラーレン2台を引っ張る形、序盤戦でしたけれどもモントーヤは結局ピットロード出口の信号無視、ブラックフラッグ失格ということになりました。あともう1回ブレーキングありますからね、はい、あともう1回のブレーキング、ハードブレーキング、あともう1回最終試験ということになりますが、はい、さあ最後のオリンピックローイングストリップに入りましたキミライコネン、最終試験後ろから2番手のミハイル・シューマッハが差を詰めてきますけれども、キミライコネンホームストレートに帰ってきました。あの悪夢のファイナルラップから2週間、ライコネンもう一度主導権を引き戻す2戦ぶりのトップチェッカー、今シーズン3勝目、通算5勝目です。そしてジャントットもあとピッチブラジオです。To the world, be careful. Okay, Kimi, remember there is no overtaking on the slow down lap, no overtaking, and I want you to follow standard procedures. Now, well done.
いや冷静でしたね。最後ももう最終このウィニングラップも壁に気をつけろっていう風にまずね、はい、指示が飛びました。それから追い抜きはするなと、それからスタンダードポジションでもって、はい、いやスタンダードプロシージャーです。プロシージャー、はい、ごめんなさい、はい、FP モードと、はい、それからピックアップタイヤのカスを拾ってくるのを忘れるなっていうことです。スタンダードプロシージャーは、そうですね。そしてマッサとウェーバー接戦でしたが、マッサが前、マッサ4番手守り切りました。ウェーバーが5位でチェッカーです。フェラーリは 2-3 フィニッシュ。手袋を外してガッツポーズはキミライコネンです。誰かピックアップラボ行ってますね。Great job, great job. Not a bad result considering the start. Well done. Rubens third, Massa fourth, Weber fifth, Ralph sixth, Coulthard seventh, Kleon eighth. No finish for either of the Renaults and Montoya out with a black flag. 詳しいですね、はい、すごい丁寧ですね。これクリス・ダイヤですか。クリス・ダイヤです、はい、クリス・ダイヤです、はい、クリス・ダイヤはもうすごい実況アナになれる感じでしたね今ね、はい、全部順位をフォローという向きですよね、はいはい、全員の順位フォローということで、ルノーの2台は2人ともリタイア、そしてモントーヤはブラックフラッグというところまで無線でというところですね、はい、まあミハイル・シューマハが知りたがるというのもの、はい、あるのかもしれませんが、一番最初にしたのはあれですね、ピックアップ忘れないでよっていう、うん、で重量それで稼ぎますからね、1キロ以上、はい、でスタート順から考えれば悪くない結果だよねっていうのを言ってましたね、はい、まあ、スタート順というかスタートを見てあの感じを見れば、はい、ということですよね。そうですね、ごめんなさい、はい、でそうですね、よく出遅れましたからね、はい、ミハイル・シューマッハはね、ちょっとオーストラリアなまりで、はい、さあキミ・ライコネンがウィニングラップ帰ってまいりました。では順位です。キミ・ライコネンが今シーズンの3勝目、通算5勝目、モナコ以来の勝利になります。ミハイル・シューマッハも、今シーズン2度目の2位ということになりますね、バリチェロが3位でフェラーリは 2-3 フィニッシュ、マッサが自身ベストタイということになりますね、自身2度目の4位です。ウェーバー、ラルフ・シューマッハ、クルサード・クリエンまでがポイントを獲得、完走扱いとなるのは11位のアルバースまで、バトンは下から数えて5人目ですから、フリーザッハの後ハイドフェルドの前に、次のアメリカグランプリ予選アタックを行うということになります。だからまた次もトラクションプラスエアロの効率のいいとこ、まあ、ダウンフォース少なめですけどね、ダウンフォースある程度持ってるのにもかかわらずストレートが伸びるの早いと思いますよ。だからさあ今回今日は勝って、さあ今までの、あの前回の22ポイント差にこれ君は戻したわけですけれども、はい、まだまだ分かんないですね。クラーレン25歳キミライコネンがニルブルクリンクで取り損ねた10ポイントをここカナダで取り返しました。今宮さん、はい、マクラーレン、ルノー、この2チームが抜けているという現状の中で、本当にあのこの間失った 10-0 を取り返したという印象ですよね。そうですね、取り返した、しかもですね、まあ、ルノー陣営がフィジケラが非常にああいういいスタートを切って、はい、先頭を切る、そのレースを本来主導権を握って完全支配できる方向にあったにもかかわらず、ちょっとフェルナンド・アロンソとの2人の調整をチームがですね、もっと、総合的に本当にドライバーをコントロールするという術がなかったのかなというのは非常にいい残念ですよね。それが結果的に、まあ、フィジケラの方にまたまたなぜか1台集中するんですがトラブルが出る、はい、でまたアロンソは彼にしては本当に 100% で来ていた今シーズン、あのミスも出てしまうという、まあ、ルノー陣営にとっては非常に最悪のこのカナダグランプリだったと思います、うん、途中一旦戻られてもう一回戻りましたが、うん、あれはどういうことだったんですか。そうですね、まあ、最初、まあ、1コーナーで、まあビルヌーブかな、ツイートされる形でディフィーザーとリアウィングとちょっとダメージ受けて、でタイヤ大丈夫だったんですけど、まあ、その後
まあ、ギアボックスちょっとオイルプレッシャーが落ちたりオイル漏れが起きたりしたんで、とりあえずガレージに戻って、まあ、でも貴重なデータを、ね、取るためにももう一回、復活したんですけどね、まあ、ここまですごい、ね、あのチーム全体いい調子で来てたんで残念です。どうもありがとうございました。The previous corner I got onto the marbles a little bit and then I got into just kind of just that big understeer and that was it and I should have gone straight across but I tried to get around the corner because I didn't want to lose the position to Michael so. So we retired, that's a shame because there was a possibility to do 1-2 for Renault. We have to be realistic, realistically we would have finished 5th today and we got in 2nd so we can only hope. Yeah, I think so. We got our 10 points back, so it was good. Of course, without the problem in Nürburgring, but we put BMW better, but anyhow, it's a good one.